養楽の観察確保。どれぐらいあるのこれ。24メーター、高さ7メーターの円墳。昔は中のね、石碑も見れたらしいんやけどね、中に石棺もあったようだかな。あらー、こんなことなってますのか。これは無理やわ。いやはや、こんなことになります。たった1年ぐらいの間に。1年もなってないやろ、これ。ね、来るの。むちゃくちゃや。これは生える気にならんな。これ、養楽の関数確保ですね。全然わからんな。前、上上がったんですけどね。その頃は、この上の木、みんな来てあったんでね。しかも、その頃にね、聞いた話によると、ここ、修復するような話されてたんやけどね、何にもやってないね。修復整備します言うてね、聞いたんだけど、これはダメですね。白壁ここに行きたいんやけど、これもうほんまにこれこんな状況ですからね。ちょっとだけ踏み入れてみるか。ああもう濡れてるわ、何歩か入っただけで。これは無理でございますね。これ中ね、竹もいっぱい切ってくれたのにね、この草がこんななんの。残念。たった5メーター入っただけでも残念やって。四条古墳が下にこう書いてあるけどね、これね。あれ下書いてあるけど、ずっと奥の関数古墳の間違いでね、ずっと行ったんだけどね。あれ、看板はちょっとおかしいで、上に環状古墳って書いてくれんと。ここやから。あら。金剛山と葛城山が目の前に。やっぱ入られんかな。昔はね、入れたらしいんやけどね。なんか見たい人何人も聞くんやけど、こんなんですよ、今は。昔はこの上がね、マウントなかったんやろうから。入れてくれんの、あかんか。この大きいやろ、これも千住石。電気つくんかね。あ、電気つく。ありがとうございます。大きい。千住石も一枚。おー、すごいね。あの辺、隙間にいっぱい詰まってるけどね、大きな石もね。1、2、3、4段か。大きい上は1、2、3、大きい、やっぱ1段、2段、3段、4段か。横も、横はちょっと小さい、1、2、3、4、5段ぐらいになってるかな。5段ぐらいね。こちらのも1、2、3、4、こちら右は4段か。天井が高いね、すごいこと。素晴らしい古墳でございます。あら、すごいね、古墳でございますからね。あの前、こう回った時にもう、まだ草も生えてなくてね、土が流れてたからね、電話したんだけど、そうですか、言ってたけど、もうちゃんとね、芝生も出てきてます。あれが海部山かね。帰りは大変です。降り落ちはね、登るのも大変やろうけど、反対から緩やかだけど。これ養楽の環状墳、高さが 5.3 メートル、やっぱ大きいね。すごいね、やっぱり。墳丘が、さあ一回行きましょうか。次、高取町に天皇陵古墳はない、ない言ったけど、ありました、ありました。楓がものすごく綺麗なんだけどね、もうちょっと早かったか。ああ、ねえ、これが。いや、向こうです。ですね、向こうです。もう打てんのもさ。ちょっと一回してみましょうかね。
こんな階段きつかったかね。怖いね。最初に来た時はなかなかなかね。ここもいっぱいね、きれいに石垣組んではるけど、ね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。柿の木があるんですよ。あれがね、最初に来た時ものすごくね、滑稽なあの感じしたんだけどね。今日は中見れるかな、どうなんだろうね。石が中に前方後円墳とかそういうような大型墳を見た時やからね、見てた時やから、あ、ちっちゃっていう感じだったよね。冗談つんでね、これが公園部の、ね、一番高いところでございます。全長いうことはこの壕の外まで含めて 100m いうことを言うてあるのかね。含めたら 100m 以上あるね。この冬始め、大きい、すごいな、この根がここまで来てね。いろいろ祀ってあるけど、はい、失礼します。で、横脇をね、天満神社、はい、失礼します。大変だったんやけど、記憶残っとんねんけど、ここはどうやったかな、見れなかったかな、なんか入れなかったかな、なんか見たような気すんねんけど、あ、電気がついたんか。ね、そんなんと思います。ここにもね、あります、看板が。一応、宮塚古墳。前方後円墳で全長が41メーター。ね、直径に高さが7メーター。あー、開いてないか。え、開いてない。あ、鍵かかってるか。これなかなかいい組み方してるね。かませ石もほとんど見当たらないんだな、奥。おお。上かませてたのね。上が見えたのか、見えないか。いやー、大きいね。ちょっとこれ入らせてくれたらよくないよね。はい、ありがとうございました。一応、宮塚古墳でございました。失礼いたしました。高取で天皇陵なんかあるかなってね、そんなこと言うと2両ありました。2両申し訳ございました。はい、ここに岡見田天皇前見休養、間違いございませんね。あー、気にしてくれてる。天の色でした。ありがとうございました。やっぱりね、岡見は天皇陵の神陵じゃなかろうにのことでございますから、すが明神古墳にちょっと寄りましょうか。最初にこの看板を読めんぐらいだったよね。分かればね、読めるけど。失礼します。綺麗にしてくれてるわ。明神古墳、これのね、あいたたた、これのあれ石碑はどこやったっけ。ああ、
柏原考古学研究所や。博物館の横や。明治26年。明治26年かいな。これはね、やっぱりね、行くようでなかったけど、あれ見とかなあかんかなと、とっとかんと。はい、ありがとうございました。60メートルのね、円墳の上に、墳丘を作ったということですからね。塚明神古墳でございました。はい、一応これでね、高取町の古墳が全部回ったことになりますんでね、ありがとうございました。どうも、あと行かないかんの？あと、やっぱり診療行かないかんのかね。健康室学校と。それから、柏原考古学研究所、附属博物館には、ほら、いや、着いたけどまだね、上に上がらなきゃいけないんで。健康室学校、腰塚学校、これ100段ぐらいありますね、これはね。はい、ありがとうございます。今日も鍵かかってますわ。ああ、全く見れんね。全く見ることできませんわ。被葬者は明らかになってないで。いやいや、それは太田の巫女さんですよ。太田の日の巫女さんでございますね。こちらの方が斎明天皇陵ということでございます。間違いなくね。だからこれは誰だろう、皇徳天皇の皇后か、一緒に葬られてるのは。いやー、こんな天気が初めて来たけど、ビカビカ光ってますね。ここ中は見れるんでね。あそこはね、ちょっとね、小広をしてあるから見られへんでね。はい、見れます。電気ついてるね。僕はそこの山々をバックにピラミッドの方がすごいです。いやー、何遍来てももう最高やね。これみんな見に来てもらいたいね。最高でございます。あ、よかったよかった。はい、素晴らしい。シルエットが楽しめます。この前来たときここでガイドの方いろいろ説明してくれたよね。全然場所は関係なかったけど、聞いとったけどさね。旦那塚古墳、兼業寺。はい、これでございます。これ、午前中に回ってましたけどね、塚明神古墳。おかみは天皇陵からのね、流れで、これ昭和59年にかいの動作よね。はい、これが岡宮天皇陵でございます。岡宮天皇じゃなくて、これは塚明神古墳や。こんな感じでね、中見える。ああ、ちょっとだいぶね、ちょっとカビが生えとるかね、木が生えとる。こんな感じでございます。これは塚明神古墳のね、石室がこんなんだろういうことでね。ということは、この上にもおそらくね、八角墳みたいにしてあったんやろな。どうなんだろう。ああ、まあ、見えんな。あら、修羅だ。これはね、藤井寺ですよ。どうなってる？あ、やっぱ藤井寺やわ。藤井寺で出ました修羅でございます。本物は
地下室は飛鳥博物館に置いてありますけどね。これはセメントで作ってる。はい。はい、ありがとうございました。高樽町古墳回れでした。ありがとうございました。はい、これで終わります。